まさかまだカロリー制限するたくさん歩く筋トレするなんて頑張ろうとしてませんか実はそれ太る原因ですよ。 今日ももゆるくダイエットトしてまますすすか藤田でいいつも高評価コメントありがとうございます今回は自律神経が乱れる行動と整えるセルフケアというテーマでお話をしますこのテーマを聞いてウォーキングすればいいんでしょ食事気をつけたら大丈夫でしょって思った方も多いのではないでしょうか確かに頑張って食事や運動を気をつけることは脂肪燃焼するために必要なことです ただ方法を間違えると逆に中性脂肪が増えるだけじゃなくて食べてないのに太る原因になるんですなのでこの動画の中では日本人の7割がなっている太る病気食べてないのに太ってしまう行動中性脂肪を減らすストレッチなどについてお話をしていきますこれを知った上で生活をすると超効率よく超簡単に あなたの理想のスタイルに近づくことができます脳や体の具体的な仕組みを知った上でダイエットを行うと効果は倍増するんですだから理論も分かった上で行動していきましょうもしこの動画を見てくれているあなたが何を食べても満足しない量を食べてないのに太ってしまう運動してるのに痩せない引き締まったウエストと健康的にスリムな体を手に入れたいのであれば今回もかなり貴重なお話になりますぜひ最後までご覧くださいまた今回紹介 する方法以外にも体の痛みを改善する方法や隙間時間にできる運動をできるだけわかりやすく解説していきますので今後もそういった貴重な情報を見逃したくないよっていう方は是非今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは早速内容に入っていきましょう 自律神経が乱れるる行動と整えるセルフケアまず1つ目は日本人の7割がなっている太る病気それはモナリザ症候群と言われています食べてないのに体重が増えてしまったり運動を始めたのに痩せないこういう方はモナリザ症候群の可能性があります。 このモナ・リザ症候群っていうのは交感神経の働きの低下によって体重増加が起こることっていうふうに言われていますこの病気は日本人の7割以上が罹患している可能性があるっていうふうに言われているんですねこのモナ・リザ症候群になる原因は3つまず1つ目自律神経の乱れこの自律神経っていうのは 交交神神経経と副交換神経動くぞっていう時の交感神経と休むぞっていう時の副交感神経このスイッチの入りきりによって僕たちは日常生活を健康的に過ごすすことができますただ自律神経が何らかの理由で乱れてしまって動かないといけない時にリラックスしてしまったりとかそういうことが起こってしまうっていうのがこのモナリザ症候群なわけなんですね例えば僕たちは 日中に。 交感神経をいっぱい使ってカロリー消費をして痩せていくんだけどモナ・リザ症候群になってしまうと交感神経の働きが低下するから日中のカロリー消費が低下してしまってそのちょっとしか食べてない部分っていうのが脂肪にななっっててて蓄積してしまうっていういことなんですだから自律神経が何かの要因によってこのスイッチの入りきりがうまくできなくなってしまうと食べてないのに体重が増えてしまう。 太るるる原因ににになななっっっててててししまううわけんんでですすねここれががカロリー制限してるのに痩せいいと例えば、この自律神経が乱れてしまうと、食欲も乱れてしまいます。例えば、仕事でバタバタしていて、はーって落ち着いたらもう異様にお腹が空いてくるっていう時ないですかこれは、モナリザ症候群の前兆の症状として考えられることです。なので、まず、モナリザ症候群になる原因3つの1つ目は、自律神経の乱れです。 We'll be right back. 続いて2つ目っていうのは不規則な生活になりますこの不規則なリズムの生活をすることによってセロトニンの分泌量が低下するこれによって太ってしまうっていうことなんですねでこのセロトニンっていうのは僕たちが幸せだな気持ちいいなって感じることができるホルモンになりますこのホルモンがあまり多く出てない状態っていうのは食べ過ぎや太る原因につながってしまいますなので何を を食べても満足できない人っていうのはこの。 食べた時に、ああ、楽しいな、気持ちいいな、嬉しいなっていう気持ちがなかなか湧いてこないから、どん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 食べてしまうっていうことが起こってくるわけなんですね。で、このセロトニンがあまり出ない状態っていうのは、コロナ禍で自宅の中の時間が多かったとか、なかなか休日外出することがないっていう方は、このセロトニンの分泌が低下しているっていうことなんです。なので、このモナリザ症候群になる原因二つ目は、 不規則な生活になってきます続いて原因3つ目はストレスが多いっていうことなんですねこのストレスによってストレスホルモンコルチゾールっていうのが増加してきますこのコルチゾールっていうのはストレスを抱えることによってじゃあ僕たちはどういう風にエネルギーを使ったらいいのかっていうのをちゃんと調節してくれるのがこのコルチゾールになってきますこのコルチゾールが増えすぎてしまうと血液中の 糖の濃度が上が上ってくるんですそうなるとインスリンが増えてきて糖や脂肪を貯めておこうっていう風になるわけなんですよねこれが運動を始めたのに痩せない原因になってくるわけなんです僕たち人間とすればたくさん運動することもストレスに感じるっていうことなんですね例えばそれを日中の中で考えた時に何か暗いニュースを見た後に お菓子の cm とかが流れること多いじゃないですかこれは僕たちがストレスを感じた暗いニュースでストレスを感じた時にその後楽しそうな cm を見ることによって購買意欲が上がるっていうビジネスモデルをうまく使われているわけなんですよねなのでこのモナリザ症候群になる原因3つ目はストレスが多いっていうことなんですつまりこのモナリザ症候群っていうのは知らない間に自律神経が乱れていて たりとか不規則な生活ストレスが多いことによって日本人特有に多くなってくるっていうことなんですなのでまず一つ目は日本人の7割がなっている病気っていうのはモナリザ症候群によって痩せない可能性があるんだよっていうことなんです続いて自律神経が乱れる行動と整えるセルフケア2つ目は 食べてないのに太ってしまう行動。それはモナリザ症候群のチェック項目に入っていきます。何個かご紹介していきますから、自分が当てはまってないかどうか確認してみてください。一つでも当てはまっているとモナリザ症候群の可能性があります。まず一つ目、便秘が続いている。 二つ目、夜型の生活になっている。三つ目、食事のリズムがバラバラになっている。四つ目、外出することが減った。五つ目、冷え症である。六つ目、シャワーで済ますことが多い。七つ目、運動習慣が全然ない。 この7つの中の1つでも当てはまる人はモナリザ症候群の原因に全て当てはまってくるっていうことなんですね。とはいえ、忙しいとリズムがバラバラになったりとかやろうと思ってもできないことってたくさんあるじゃないですか。だからこれから紹介していくセルフケアっていうのは3つのポイントっていうのが大切なんです。1つ目、頑張らなくていいこと。頑張ってしまうと余計に自律神経が乱れてしまうので頑張りすぎず 自分のできる範囲で続けれるものをやっていきましょう2つ目食事を減らさなくていいカロリーを減らすことによって代謝がより下がってしまいます節約節約してしまうと僕たちの体もどんどん節約するような体になってくるのでまずはカロリーを減らすのではなくて食べるタイミング食べないタイミングを分けるなど簡単なことでいいので始めていくだから食事の量は減らさなくていいんです続いて3つ目筋トレ ウォーキングはしなくていい。 筋トレウォーキングをいきなり運動習慣にしようとやってしまうとストレスを体が感じてしまうのでこののスストレスを感じなない範囲の運動が大切なんですつまり頑張ってしまったり食事の量を減らしてしまったり筋トレやウォーキングいきなり始めてしまうといつの間にかそれがストレスになったりとか自律神経を乱してモナリザ症候群に自分で近づいてしまうっていうこともあるんですなのでこれからご紹介するのは自律神経が乱れる行動と整えるセルフケア 最後3つ目ということで中性脂肪をを減らすすストレッチをご紹介していきますこの中性脂肪を減らすストレッチに必要なことは3つ自律神経を整えることリズム運動であること定期的に行える方法であることこの3つが大切になるんですどうしてかっていうと自律神経を整えることこれは交感神経と副交感神経このスイッチの入り切りをしっかり行うことによって日中は交感神経休む時は副交感神経 交感神経っていうしっかりスイッチの入り切りができるようになるだからストレッチを行う時間は 朝や寝る前、これから寝てゆっくりするときか朝からこれから行動するとき、この時にちょうど自律神経のスイッチが入り替わるっていうことがよくあるので、このタイミングにストレッチをすること。二つ目、リズム運動であること。これはリズムよく動くことによって、僕たちはあのセロトニンが活性化することによって食べる量が少なくても満足度が高かったりとか、ストレスを抱えにくいっていうことなんです。だから運動やストレッチをするときは、 って伸ばすようなストレッチよりもリズムよく何回も交互にできるものが大切なんです。 続いて3つ目、定期的に行える方法であること。これはコルチゾールを出しすぎないためです。頑張って頑張ってやろうとするとコルチゾールが出て、また食欲が上がってしまったりとか、どん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 脂肪や糖を溜め込む体になってしまいます。なので自分ができる範囲で定期的に行えるような量や質でやることっていうのが大切になるんです。そこで今回ご紹介するのは3つ。 うつ伏せでお尻をゆらゆらすること足をうつ伏せでバタバタすること首の位置を整えることこの3つが大切になるんです具体的な方法は概要欄で別の動画でご紹介してるんですがこのお尻ゆらゆらすることによって自律神経のスイッチを入り切りしていきますこのお尻をゆらゆらすることによって脊柱と 首骨盤。これをしっかりと分けることができます。この自律神経の交換神経っていうのは脊柱、体幹に集まってます。副交換神経っていうのは首や骨盤に集まってます。だから、このスイッチを、入り、切り、入り、 切りしていくのがうつ伏せでお尻をゆらゆらしていく方法になりますまたセロトニンを出すためにうつ伏せで足をバタ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 することによって食欲を減らしてくれたりとか少ない量でも満足できるようにしていきますまた首の後ろ側の奥には自律神経の中枢である支障下部っていうところがかなり近い位置にありますだから首の位置がずれていると血圧がおかしくなったりとか自律神経の乱れっていうのが出やすくなり だから首の位置を整えるるるっってていうことが寝る前や朝にには必要になってくるんですだからこの3つの方法をどうして必要なのかを知った上でやっていただくと効果は倍増していくので是非ですね中性脂肪を減らすためには朝や夜にどんな行動をするのかっていうのが大切になってくるので参考にしていただけたらと思います概要欄チェックしてみてくださいどうだったでしょうか今回は自律神経が乱れる行動と整えるセルフケアについてお届けしました 今あなたがしている行動が無理してないかどうか考えるヒントに僕の動画がなっていれば嬉しいですまたこのチャンネルではたった1週間で痩せる体質を作る具体的な方法やゆるくダイエットが習慣になる方法を紹介しています気になるなっていう方はお見逃しないようにチャンネル登録とベルマークボタンチェックしてみてくださいそれではまたバイバーイ